まあ別に僕も、まあちょっとは気持ちいいですよ。どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、僕はですね、まあ何かをやりたいってなった時に2つその挫折する要因があると思ってます。大きく分けて2つあると思ってます。1つがハードルが高すぎる。明日から 42.195km のマラソンを毎日走りましょうって言われたらそれは無理ですよ。はい、っていうのでハードルが高すぎると挫折してしまう。で、2つ目がですね、他人からの批判っていうのがあります。僕は将来 42.195km を走り切る男になるんだって言った瞬間に、あ、それ無理だよとか、何どうしたの、いきなりなんか変な考え方になっちゃったんじゃないのとか、まあそういう風に言われたらもう一気にこうモチベーションがシューンってなっちゃうっていう挫折。まあ以上ですね、2つあると思ってます。ミニマリストもこういったですね、挫折ポイントっていうのがあってですね、今回はその2つ目ですね、他人からの批判、他人から受ける批判による挫折にフォーカスしてちょっとお話をしていこうかなというふうに思います。あなたがもしミニマリストになりたいとか、これからもうちょっとミニマリスト強化していきたい、追求していきたいですってなった時に、僕の経験談を聞いとけばですね、あらかじめですね、まあそういうこともあるんだねとか、認識ができて、で免疫をつけられると、まあつけてほしいと思ったので、今回このように動画を撮りました。対処法的なものですね、それは後に説明するとして、まずは3つ僕が一番言われてきた、まあ一番じゃないですけど、最も言われてきた3つをちょっとシェアしたいと思います。1つ目、貧乏なんだね。どういうことかっていうと、なんか貧乏を言い訳にするためにミニマリストっていう言葉を使ってるんじゃないかっていうふうに思われるってことです。物を持たなさすぎてるんで、もう見た目から物を持たないし、こう部屋を見ても何にもないわけなので、え、どうしたのって言われるんですよ。どうしたのって言われるんで、まあ正直に、まあちょっと今ミニマリストっていうのをやっててっていうふうに言うと、で、ミニマリストって何っていうふうに言われるんで、必要なもの以外はあんまり買わないし、まあ持たないしっていうふうに説明すると、まあそう言うけど実際は買えないだけなんじゃないのとかミニマリストって言えば物を買わなくて済むからね、楽だよねっていうふうに言われます。2つ目はですね、宗教に入ったのってよく言われます。まあこれはよく言われるというか陰口で言われますね。僕の場合ですね、前の動画でそのミニマリストとしての失敗を犯してしまったわけですよ。自分がやってるからといって他人に押し付けるっていうですね、まあそういうことをやってしまった時、まあ家族にやっちゃったんですね、母親にやってしまったんです。でその夜にですね、僕がお風呂入っていて、で母親と姉と妹がリビングにいてテーブルを囲んでたんですよ。でなんかひそひそ話をしていて、で僕耳がいいので聞こえたんですけど、母親がですね、いやー今日さ物を捨てろってなんか急に言われてさ、なんか大変だったんだよねとか言って、でそれに対して姉と妹が、まあ、なんかそういうなんか変な団体入ったんじゃないの、まあ、宗教っぽいね、気持ち悪いみたいな、家族に言われるんですよ。それをどういうことだよって思いましたけど、まあ実際そういうことがありました。3つ目はですね、お前は経済を回していないとかって言われます。僕の周りには結構40歳ですとか50歳だったり、まあ、30歳の方もいますけど、ほとんど先輩なんですよ。ほとんど先輩がいて、でその方たちから、あれショッピンさん稼いでるのになんでそんな買わないんですかみたいな言われるんですよ。で、まあ、確かにその僕はお金を使っているようには見えません。全然羽振りいいと思われてません。だからそのお金面でたかられることはなくて、まあ、それはそれでいいんですけど、まあ、そういうですね、お金使っているように見えないので、おい、ショッピンと、お前稼いでんだからもっと経済回せよと。お前がいるもんじゃないみたいな、そういうのは言われます。まあ、ちょっとさっきの話に繋がるんですけど、ミニマリストは貧乏人のやることだろみたいなことを言われます。僕がですね、そう言われた時に、まあ、どういうふうに対処していったのかっていうのもですね、ちょっとここでシェアしていきたいと思います。まあ、
大きく分けて2つなんですよ。大きく分けて2つありまして、1つは議論しないってことです。まあ相手はミニマリストのことを批判的にもう最初から思って僕に話しかけてるわけですよ。まあなんでこうやったかって言ったら色眼鏡をかけてるってことです。あのミニマリストに対する色眼鏡をかけた状態で僕に批判的な意見を寄せてきてるので、その色眼鏡をこう付け替えようとかっていう思うのがですね、まあ、ちょっと僕にはそういうエネルギーを使いたくないというか、あんまりこう相手と議論喧嘩はしたくないので、僕はもう議論せずにですね、まあそういうふうに、まあそういう考え方もあるよねっていうので、流すようにしてます。まあじゃあ実際にどういうふうにやってるかっていうと、稼げないことをですね言い訳にして、まあミニマリストやってるとかいうふうに言わない方がいいよって言われた時に、まあそうかもしれないですね。はい、まあそんな感じですよ。あれめちゃくちゃ弱腰じゃないですかショッピンさんって言われるかもしれないんですけど、僕は強気に行って喧嘩するぐらいだったら、もうめちゃくちゃ弱腰に行って議論しないっていう道を選んでるってだけです。はい、次の2つ目なんですけども、自分の意見を言うんじゃなくて自分の経験を言うってことですね。会社員の友達がここにいて、まあイケイケバリバリなんですよ。でお前は経済回してないけど俺金使ってるよアピールされるんですよ。まあ例えばどういうことかっていうと、先月ハワイ旅行に行って30万使っちゃったけどね、ふぅみたいなですね自慢されて、でその後にお前は今月いくら使ってんだよとか、まあミニマリストだからそんな使ってないのやっぱり3万ぐらいって言われます。はい、まあ俺使ってるけどねお前はどうなのみたいな感じで言われます。でその時ですね、まあそのスマホの画面見して、今月は120万ぐらい使ってるねみたいな、イケイケなメンズが、120万、じゃあ先月は先月ちょっと低いけどまあ97万かなみたいな、97万かなっていうふうに見せると、めっちゃ金持ってんじゃんお前、わ金持ちだな、めっちゃ金持ってんじゃん、そう、まあだからまあ少ないけど、まあ俺もねちょっとは経済回してるかなという感じでですね、言うわけですよ。うん、まあ別に僕もまあちょっとは気持ちいいですよ。まあ基本的には相手をガビーンとか、そのまあだからミニマリストやれっていうのではないので、あくまでも経験を喋るということです。3つですね、まあこういう風なこと言われますよ、でそれに対して僕はこういう風にシェアしたんですよっていうことがありましたけども、ぜひですねミニマリスト経験者、まあ、もしくはミニマリストかなりハイレベルな方はですね、まあ、私はこういうふうに言われたことがありますとかですね、そのミニマリスト初心者の方に対してそのアドバイスをですねいただけるとすごい嬉しいですね。で僕はですね、その一人でも多くミニマリストになった方がいいよとか、そういうことはあの言いたいんじゃなくてですね、ミニマリストになりたいですとか、ミニマリストこれからちょっと極めていきたいんですっていう方が挫折せずにですね、スムーズに人生をどんどん好転していってっていう風になってくれればいいので、まあそのためにですね僕は今回ちょっとこういう風に動画を撮っていきました。はい、まあ終始カミカミでしたけども、はい、いかがだったでしょうか。もしこの動画がですね参考になりましたというのでしたら、あのぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをクリックしてください。はい、ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。はい、補足です。先ほどですね、友達、会社員の友達から俺はハーフでいいけどお前どうなのって言われた時に、僕がですね、いや僕は毎月100万前後使ってるよって話をあのシェアしたと思うんですけども、あの実際ですね、あなたが本当に貧乏の場合ですね、でしたら本当に正直にそれは認めてですね、相手のハーブリーの良さ、ちゃんと経済を回してるっていうその感謝の気持ちを伝えればいいと思います。